さあやってみましょうか。ブルーホースだよ。ということでね、前回はちょっとね、萎えたマグナムを加えさせられそうになったところで、ちょっとそれはさすがにもうちょっと硬いマグナムが欲しいわって言ったら本物ぶち込まれそうになったんで、なんとかシェリーちゃんが機転を利かせてくださってですね、ぶち込まれずに済んだというところでね、命からがらバージンを守ることができたエイダちゃんでございます。エイダちゃんじゃねえや、クレイちゃんでございますと。まあでも意外とエイダもバージン守ってんじゃないかなと思うけどね。だからこう直前まで先っちょまで入れられそうになって、そこでぶちかますみたいなね。何を言ってるんだ。こっち行きましょう。はい、ちょっと待って、それは気づいてなかった。おっぱい差し上げましょう。でおっぱいが全然むにゅってならなかったから、お前相当な頻度で思いっきりパッと入れてんだろ。カッチカチのパッと、この野郎気をつけてやるよな。お前俺の嫁よくも俺以外のサンクチュアリ触りやがったなって。おめえさんマグナムじゃなくてどうせハンドガンレベルだろうがよ。おい、青く生きてる。やっぱ性欲って強いとあれなんだな、勢力にも生命力にもつながってくるんだな。はい、やってみ。あなたにもぶち込んでてあげるわよ。誰が塞いだんだよ、ここ。アイムス。あ、でも、あれだね。ここって確かさ、赤いタンクトップ着た、ノースリーブ着た、エロい姉ちゃん、ショートカットのエロい姉ちゃんゾンビがいるんじゃなかったっけ。あれ格下げされてる。まあいいや、とりあえず、火を消します。で、入ります。よし。ギュイン。あ、帰り。帽子どこやったの？あ、そっか。休憩室に置いてくから帽子ないんだよね、確かね。やばい。そのことで怒ってらっしゃるのかもしれない。あ、早い。頭にぶち込みまくったから。お疲れさんでした。とか、あれ、普通にちょっとドアが閉まってないぞ。開きっぱなしになってる。よし。じゃあ、このまま。例のアイテムをピックアップしに行きましょうか。別にグレネードランチャーとかマシンガンとかいらないもんね。でここに戻ってきたとって別にゾンビが増えているわけでもなく、ただ一個心配なのは長い廊下のところでゾンビが、あ、じゃあこれそっち行かなくていいのか。それレオン編だったね。こっちからでいいんだ。こっちあれだよね、確かいるんだよね。いるんじゃなかったっけ、課長。いるね、課長がいたんだから。課長に相手をしてる暇はないので、まあまた戻ってきた時にさ、しっかりとお相手してあげるから、それも我慢しときな。やつがいつまで寝てくかなんだよな。これ戻る瞬間に一個心配は、ここ出た瞬間に出くわす。それは実際にやらかしたことが、早く戻りたいのにやらかしたことがあると。でもう一個はこれがカードを全て壊す可能性があるっていうね。ちょっとでも楽をしておきたい。おっ、ちょっと待って、来た。はい、ようこそ、お待ちしておりましたよ。お待ちしております。あなたのことを心より歓迎しておりますよ。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、ではこちらでリラクゼーションマッサージを受けてお待ちくださいませ。またのご来店お待ちしております。あー、ちびった。さて、じゃあこっちから登っていきましょうか。これ行ってこっちのスターズオフィスにやつはいないよね。大丈夫だよね。部長も課長も働きすぎなんだよ。もうちょっともうリラックスしようぜ。所長があんなんなんだからさ、ゆっくりしてないんだよ。課長いないからね。OK。課長ともう部長が一緒に仕事したら、もう所長なんか目じゃないくらいも恐ろしい破壊力を手に入れることになるからね。本当にわざわざこの遠回りしなくてもよかったのかもしれないけどね。まあ、どのルート取ったってそんな大差ねえよ。5秒くらい。チェック。
けてた理由って何、そもそも。なんでこれこうなってたの、すごく気になってんだけど。誰がこんなことしたのよ。お父さん怒らないから。犯人は言いに来てごらん。三兄弟の誰かだろ。ん、言ってごらん。エイダ、レオン、それともクレア。大穴でシェリーだったりして、まあそんなこと言ってる暇ない。どっちから来るかもわかんないけど、とりあえずもう次進んじゃいましょうか。来ないよね、だってしばらく、まあ、来たところでなんだけどね。1階のあそこだもんな。見失ってなんか頑張ってクローバーの鍵のところから出て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 出ようと思ってたりとかするかもしれない。ハゲゾンビは結構怖いだよね。これゾンビってハゲが怖いよね。初めてさ、バイオのリメイクでゲームキューブでやった時もさ、あのハゲゾンビ最初に出てきてさ、言いながら振り返ってくる、あのハゲゾンビがさ一番怖かったりするんだよね。で今あのね、気づいちゃったんだよ。こっち向かってんじゃん。歯車忘れた。いないかな。ちょっと眠っといてほしいんだけど。やつに暴れ回られたら困る。全然うまく当たらない。あ、すげえ弾浮いてる。浮かれポンチなんだけど。ララ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 ラ。あ、くそ。こっち来ちゃうのか。行きたい。オッケー。あ、ちょっと待って。まだ。結構当てたと思ったんだけど。結構当ててたと思ったんだけどね。よし、オッケー。歯車持ってくんの忘れたんだよね。歯車持ってくんの忘れちまったんだよ。思ってやらかしたわ。戻ろう。僕も帰ろう、所長に帰ろう。でんでんでんぐりがりで歯車ぽいぽい。OK。戻るときに奴がどこにいるかだよね。あの倉庫みたいなところって来れたんだっけ？だとしたら出くわす可能性が非常に高いんだよね。あ、でもこっちの方まで来れるから、多分。で、レオン編だとさ、普通に来てるから、多分来れるんだろうな。ちょっと恐怖かもしれない。一かバッチリか。攻撃が当たったら、攻撃が一個上がる。外れたら、ノーダメージ。よし、行こう。来るなら来い。あえておびき寄せる作戦。敵が遠くなった。あまりにもやられる。顔面あそこまでボコボコに撃たれたら、まずそもそもねえ、視覚の強化もやられるわなって感じで。これ後ろから来たとしたらどうやったのってやるっけ。ああでも来れないことはないのか。あのはしごって平らで登れんの。早く来いよ。これこら下げー。ないね。って言ってる時にバーンと向こうから来たりするんだよ。と思ったけどいなかった。ショッキー。え、ちょっといるじゃんメロンさん。待って。あの銃声この距離聞こえると思うんだけどね。気のせいか。そっか。そういうこともある。よし。彼がここで。沈没している間に時計とゴン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 動かしてる。どうなんだろうな、小峠ハゲとさ、トレンディータカシハゲとどっちがいいんだろうな。もしか斎藤さんなんだ。まあ、でも自分が実際にハゲてきたとしたら多分小峠ハゲにすると思うんだよな。潔いというかさ、シャンプーしなくて済む。シャンプーするんだろう。え、でも小峠ハゲになるとどうなんだろうな。シャンプーの方がいいのかな。それボディーソープ。髪の毛洗うわけじゃないもんな。でも頭皮、皮膚、体なのかな。どっちなんだろう。今日スキンヘッドの方ぜひどうなのかってご教示いただけたら嬉しいです。ちょっとね、あの、ま、髪の毛
毛が抜け落ちてハゲるっていうことはおそらくないと思うんですけど、将来的に薄くなる可能性は歴代の祖先たちを見てて十二分にありえそうなんでね、そのあたりはということで、今夜中の3時でございますが、時計を見たらまだ10時半世界線の、ね、時間感覚というか進み具合はむちゃくちゃでございますから、はい、大成功。よくあの小島店員さんがアイテムを拾うの忘れちゃうっていうね、あそこまで進んだのに忘れちゃったよっつって戻るみたいなね、これね実際に僕ね、あのあれの時やっちゃったんですよ。それでよう間に合ったなって思ったけど、ね、あのハードコアのディスプラスランクー近い近い目の前にいるし、ハードコアのディスプラスランクを狙ってる時に進み切ったところで、あ、しまった、もう一個の今拾ったやつ忘れたと思った。あ、ちょっと待って、やばい、ちょっと、怖い、電閉まらないと、僕の魂。オープン。ずっと、こっち向かっていくんだよね。優しいよね。じゃあ、あの、気づかれないでどこまで迎えるかっていうのをちょっとやってみようか。ドゥルンドゥルン。ドゥルンドゥルン。リュリンリュリン、ここで戻ってくるかな、戻って、あ、来た、戻ってきた、リチギー、帰りなさい、はいはいはい、さあお休みの時間だよ、グッナイ。コツをしっかり見るのも最後になると思うから、しっかり穴を開けて差し上げようよ。売れる、あ、やっぱ自分で操作してもちろん、いっぱい穴開けといてあげる。あ、だいぶ行き過ぎ行き過ぎ、起き上がるのマジで早いのな、多分20秒でパッと開けるの、くるっと振り返る。さあ、やつが向かってくるから、クリック、あ、結構近かった、ここまで来るんだよね多分ね。来たね来たね、普通に来たね。やっぱ所長室もやっぱり来るんだね。所長はやっぱエスコートしなくちゃいけないっていうのが部長の務めだったりもするから、そういう意味ではちゃんとこっちまで来てあげるっていうのは仕事としてはちゃんときっちりやるタイプなんだろうな。給料もらってるかどうかは別だけど、でいる、あ、いるね、はははは、しっかり戻ってきた、しっかり戻ってきたね。でも入る、聖なるバリアミラフォールス、お帰りお帰り、一義ほんと、やばいやばいやばい、ほい、あ、なんか殴られてる。それでも破ることのできないサンクチュアリ、残念、危ない。ああいうナメプをしてやられたりするケースっていうのが非常にね多々多くてね、それでな事故を起こしてるケースっていうのが多いでゴンスから、ね、あ、ついに下に行こうとしてる、ドアの前でね、やられることだけね、許しておいてあげよう。ということでね、しょうもない茶番に付き合っていただきましてありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンでね、あの、こういう茶番も楽しいよねって思って応援していただけると嬉しいです。ということで、本日以上です。バイバイ。